こんにちは、スクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは15,37です。なんとツイッター情報で見かけた15,000っていう感想情報、今そこまでしかアップデートがないよっていうのを通り越しました。ということはおそらく更新されたんでしょう。1ヶ月に一遍か、まあ、2週間に一遍かわかんないけど、多分パズルが105棟ずつぐらいに増えていってるっぽいです。というわけで、おそらくだけど、今の感想は16,000ぐらいなのかな。まあ、現在進行形で俺風邪ひいててですね、なかなか実況が取れない状況なんで、まあ、このままのんびりとパズルをやりつつ実況、まだ星もいっぱいあるんでね、やってけば、まあ、そうそう更新が止まるっていうことはなさそうかな。うん。アップデートの更新頻度といい感じに並行しながら実況が取れていけそうです。というわけで、ストーリーの説明している間に高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。現在のストーリーは、湖の向こう側第3マップ、馬狼城の右側の方にある駅と機関車をリフォーム中です。で、機関車はほぼほぼリフォームじゃないや、修理が終わって、エンジンオイルを今入れ替えようとしているところかな。なんか丸1日かかっちゃうらしくて、続きは明日みたいなこと言ってて、で、その間に、こっちにガーデンっていうのかな、まあ、植物園チックなリフォームをしているところです。で、芸術家のアンディが来てるんだけど、ここをね、まあ、植物と芸術のエリアにしたいらしいんだけど、ベティちゃんが、機関車の修理工のベティちゃんが、このアンディに一目惚れしたんだけど、結構グイ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 ね、アピールしてるんだけどね、アンディが全く気づいてくれないんだよね。そんで前回確か、焼けジュースして終わったはずなんだけど、もうジュースは飲んでないね。はい。というわけで続きが気になるところですけど、パパとママは旅行に行ってます。そんでね、みんなこれ知ってる？左下にさ、この、ストーリーの続きを見るやつがあるんだけど、そこの下にニュースフィードっていうのがあって、ここの写真っていうところに、いろいろね、画像があるんだ。ストーリーに直接関係してたり、まあ、サブストーリーに関係してたり。そんでね、この一番上の真ん中の写真見て、気楽な一日ってあるでしょ？で、これ、二人が旅行行ってるところの写真っぽいんだよね。機関車はまだ修理し終えていないが、オリビアと私はちょっとしたバカンスに出かけることにしたんだ。すごくない？で、いとこのパトリックが、ウィリアム、かっこいいシャツですね、とかコメントしてて、で、マイクロフトジさんも、ウィリアムのアドバイスなしに、この後どうしたらいいんだね。機関車の唯一の希望だったのに。大丈夫さ。これまでのベティの経験があるからな。必要なことがあれば、リモートで対応するぞ。とか言って、なんか旅行先から写真を送ってきてくれてるみたい。ねえ。で、この左にある写真は、今やってる植物エリアの写真かな？古い写真かな？以前この駅に温室があったのを知っていましたか？でも煙がひどくて、植物には悪い影響が出ていたんです。で、キャサリンが返事してて、ベティの発明品があれば、植物が育つ場所を作れるはずよ。つってんで、ベティが、今のところストレスフルな場所ではあるけどね。枯れにくい植物を知らないかしら。うん。で、キャサリンが、ああ、ベティ心配しないで。植物は癒しと平穏をくれる存在よ。つって何の解決にもならない返事をしてるんだけど。この写真を前回確かキャサリンに送ったんだよね。で、この写真に見立てた植物の種か何かをくれたんだ。で、それを植えたんだけど、ベティとアンディがなんか好き勝手にやろうとしてます。どうなっちゃうんだろう。よし、じゃあ続き見ていきまーす。ベンチを置く空調管理システムを導入する。まあ、先にこのシステム導入したいよね。よし、これをやろう。そんなもん。私は、これに温室の世話を任せるのが不安です。今なんか、棒が2本足されただけだけど、それが植物の世話してくれるのか。コンピューターがちゃんと仕事をしてくれないんじゃないかと心配しているの？それはするだろう。ただ棒2本足しただけだぞ、今。逆ですよ。すごく優秀で、料理や掃除といった仕事も取られてしまうんじゃないかと心配しているんです。そうなれば、私は職を失いますよ。まあでも、めんどくさい仕事っていうのはなかなかなくならないんじゃない？料理も掃除も、まあそりゃ機械がやれることは多いだろうけど、逆にね、料理の鉄人、掃除の鉄人みたいなさ、そういう人じゃないと務まらないこともいっぱいあるでしょ。だから、一流の羊でいる限りは多分大丈夫でしょう。もうオースティンたら、あなたよりも花を愛しているコンピューターなんてないわよ。キャサリンも、ガーデニングに大事なのは愛情だと言っていたし。オースティンとキャサリンはどちらも、なんだろう。
どちらも。え、何の話です？私たちはただの友人ですよ。私はただどちらも花が好きって言おうとしただけだけど。あ、ええー、私は確かに花が好きです。気まず。オースティンが一番あれだよね。意識してるよね。恋バナ。普段すっとぼけてるくせに。よし、続きだ。ベンティちゃんの恋バナどうなっちゃうんだろう。アンディが全然振り向いてくれないんだよな。ベンチャー置く。あー、いいんじゃないかな。まあ、こっちの方が好きだな。これはちょっとな。こっちの方がなんかスペース最大に使ってる感じがしていいな。これはちょっとな。まあ、こっちだな。これにしよう。いいね、いいね。二人とか三人ぐらいで座れそうだよ。こっちの方がいいですね。座りながらだとずっと快適に景色を眺められます。はい。この角度からだと音質がさらに素敵に見えますね。そうかな。まだちょろっと草が生えてるだけだけどな。噴水も水流れてないし。それとも単に休憩が必要だっただけなのでしょうか。そうじゃない。スクさん、休憩は欠かせませんよ。知っとるかな。ちょっとまだ寂しいよな、こういう季節。花一つも咲いてねえし。っていうか、雪降ってるし。どうした？ピポパピポ、誰に出ますんだ？あ、キャサリンだ。もしもし、キャサリン？駅が、やっぱり君の助けを必要としているんだ。苗木は届いてすぐに植えたんだけど、成長に時間がかかっていて、君がいないと、花を咲かせないと、カタクナなんだよ。ははこんにちは。ミネラルが足りていないみたいね。いくつか見繕って、肥料と混ぜてみましょう。明日、花のお世話をしに行くわね。じゃあまた。お、来てくれる。やったね。オースティン、すごくいいアイデアを思いついたんです。なんだよ、お前はいいから早くこの噴水を完成させろ。また？じゃなくて、どんなアイデアですか？オースティンももういい加減にしてくれって思ってるよ。少し照明を増やして、噴水を引き立たせようかと。それが彫刻と音質を照らしてくれます。はあ。どうしてもこの噴水と彫刻を目立たせたいんだね。っていうかさ、前回さ、これ唯一無二の芸術作品です、ババーンとか言ってさ、でもオースティンが、これどこかで見たことありますよとか言って、何？そんなことはないはずだとか言ってたけど、どうなったんだ？なんかオースティンがブツブツ喋ってるけど全然読めてないわ。お、この二人がなんか喋ってる。どうなる？あなたの目は素敵よ。人を魅了するもの。ええ、私も自分の瞳が好きですよ。もう自分大好きなんで。俺ってかっこいい、ふぅー。みたいな会話ではないな。よし、続き。照明を取り付ける。おー。まあ、いいっちゃいいけど、悪くないですね。でも、最後の仕上げが足りません。また像を置くんですか？もう嫌気さしてんじゃねえかよ、スティン。もし、あなたをきちんと理解できているとしたら、ここへ水をつながないとね。そうだね。その通りです。あなた以上に私のことを理解してくれる人はいませんよ。いや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 、みんな思ってるって。水もないのに噴水だって言い切ってたのはアンディだけだからな。お、じゃあ、いよいよ水流します？いくよ、じゃあ。続き。水を流す。みんな注目して、噴水のバルブを覗こうの？わお、飛び散ったぞ。アンディ濡れてるし。アンディ、ごめんなさい。本当に悪かったわ。間違って水圧を上げてしまったの。穴ももう治ってんじゃない？後ろの噴水ジャバジャバーって普通に出てるよ。大丈夫ですよ。アートに犠牲はつきものです。音質は素敵な感じになりましたが、今後も素晴らしい傑作を一緒に生み出せるといいですね。釣ってる間にマイクロフトおじさんがやってきた。久しぶりだな。ベティ、来たよ。ターナーさんも来ていたんですね。水に濡れていい感じじゃないか。君の傲慢な顔が引き立っているよ。あなたにも似合うでしょうね。噴水の水を好きに使ってもらって構いませんよ。
言い返した。ベティ、今日はありがとうございました。楽しかったです。式典でまた会いましょう。アンディ、さようなら。ほんと待ち遠しいわ。あなたと一緒に乗車できることが。あ、そうだ。アンディ、機関車が好きだから乗りたいっつったら、え、一緒にとか言って、勝手に誤解してるんだよね。まあ、いっか。次の試運転はうまくいくといいんだけど、音質の修復にすごく時間をかけてしまったから。そうだね。つうかでももう、そんなに日にちも余ってないんじゃないの？本番がだって近づいてるもんね。ベティ、元気を出しておくれ。そのおかげで、この駅にとって音質が特別な場所になったじゃないか。式典に来たお客様も、きっと君の頑張りを認めてくれるさ。マロさん、優しい言葉をありがとう。明日、二度目の試運転をやる予定よ。私が優秀なエンジニアかどうか、これで示せるわ。必ず来てね。はい。21日が終了よ。30分ハードもやるぜ。でも実況を撮るので、ちょっと、ベティ、必ず行くよ。また明日。何しに来たんだよ。すぐ、もう一日終わっちゃう。マロさん、会えるのを楽しみにしているわ。あなたっていつも私を支えてくれているものね。会話弾まな。え、まさか元ご近所さんがどうのこうの写真など真面目そうな人物に見えます。いや、いつもこんな感じだ。オースティンがどっか遠くで新聞を読んでる。なるほど。あー、オッケー。あ、ちょっと日暮れてきたね。夜の第3マップ久しぶりだな。なんかどっか。かっこ、おーっと車の音が。あー、帰ってった。かっこいい車で、マイクロフトおじさんが帰ってきました。オッケー、じゃあ、一日終えますかな。お、どんぐりが走ってるぞ。どこに向かってんだ？あ、ついてる。いいな。誰が起きているか見ておいで。何の話？よし！次行こう。新しい一日を始める。あ、アーサーが来てる。オースティン、こんばんは。音質がもうすぐ完成しそうですね。見事な仕事ぶりです。ベティ、エンジンオイルは抜くことができましたか？おー、バッチリだぜ。できたわ、グッドマンさん。すべて計画通り進んでいるし、明日には機関車を動かせるはずよ。よかったです。町長には音質の写真を送って、修理も間に合うと伝えておきますね。では、さようなら。あ、はい、さようなら。今日はベティに音質の改装を手伝ってもらえて、すごく助かりました。きっと明日になれば、何もかもうまく進むでしょう。おやすみなさい。その前振り怖いな。なんか事件起きんのか。次の日、あ、パパがいる。帰ってきた？若者たち来たぞ、ベティ。一晩中仕事をしていたのか。あ、こんにちは。昨日は一睡もできなくて、それに今日は大切な一日だからね。機関車を動かすためなら何でもやるわ。おう、まあそう決まりなさんな。成功するさ。私はオースティンと一緒に駅で式典の準備を進めよう。ささやかなバカンスのおかげでかなりリフレッシュできたからな。早く始めたくてうずうずするぞ。そうか。なんか目の前に鈴か何かがあるけど、それって機関車の部品？父さん、この鈴は何に使うんですか？それに何がうずうずさせているんです？オースティン、これはお土産だ。バカンス先で買ったのさ。この金は駅に置けるんじゃないかと思ってな。あ、機関車の部品じゃなかった。運んでいる時に表の古い舗装タイルに落とさなくてよかったよ。つうかこんなでっかい鈴持って帰ってきたんだ。大変だったろう。ああ、父さんがここへ来る途中に滑って転ばなくてよかったです。お客様が怪我をしないようにタイルを張り替えましょう。そうだね。でっけえ鈴。こんなもんどこに置くんだろう。でもいいね。なんかガランガランって鳴らしたくなるようなお手頃な鈴。だけどもうみんな興味もね、置いてっちゃった。邪魔。続きやろう。タイルを張り替える、
鈴じゃないか。金を取り付ける金だね。どっちからやろうかな。まあ、タイルからやっちゃおっか。おー。どうしよっかな。黄色っぽい方がいいような気もするけど、茶色っぽいのか緑っぽいのか黄色っぽいのか。うわー、悩むなー。緑だとね、なんかここ全体的に緑っぽい気がするから、ちょっと雰囲気変えたいよね。黄色っぽくしよう。いいね、いいね。いいよ、いいよ。黄色と緑合うしね。いいんじゃない？スクさん、ありがとうございます。このタイルなら、誰も滑ることはないでしょう。おぉ、オースティン一人で張り替えたのか、すげえな。デコボコのあるタイルは、ホコリや土の温床になるぞ。これを掃除する羊にはなりたくないな。で、その羊はお前か。真の羊は、掃除を愉快な挑戦と受け止めるものですよ。それにお客様が滑って転ばないようにわざとデコボコのあるタイルを選んだんです。はい。まあそれなら手すりも取り替えないとな。こんな目障りなものがあったらせっかくの新しいタイルが霞んでしまう上にいつ事故が起こってもおかしくないからな。確かにな、ボロボロだ。想像してみてください。もうすぐお客様がこの階段を上がることになるんですよ。そうだね。そして機関車を見るためにこの駅のホームへどうぞ。この見学後は待合室でくつろいでもらいますよ。気に入ってもらえるといいんだけど、下にジェブが歩いてる。当たり前さ、私たちが全身全霊を込めてどうぞ。このパパは旅行行ってたじゃねえかよ。何もしてないわ。まあいいや、続き。あー、金を取り付けたいところだけど手すりを修理する。あれ、さっきジェブいたけど、ジェブは何してんだ？様子見に来ただけ？仕事ないかな？あ、いいね、いいね。いい感じ。とっても素敵で滑らかな手すりだな。ふむ、健康的な羊の体重にも耐えられるだろうか？試してみよう。耐えられると思いますよ。父さんのみなぎるパワーは、もう少し安全なことへ使うべきです。羊クラブの規則その3に従うべき時が来たようですね。なんだそれ。羊クラブの規則その3ってなんだ。混乱やパニックが起きたら花を植えるべしだな。驚いたか？覚えていたぞ。おお。そのようですね。入り口のそばに上品なトピアリーを設置しましょう。それがあればお客様もお祝いムードに浸れるでしょう。は。なんかあれか？かっこよくやってるやつ。オースティン、羊クラブ、その1は知ってるか？規則その1。もちろんですよ。羊クラブがどうのこうの。読めなかったー、ちょっと。なんか面白いこと言ってたのに読めなかったー。セリフが気になる人は動画を一時停止して、巻き戻して一時停止して、じっくり読んでみてください。俺もそうしてます。なんか面白いチョーク言ってたのに読めなかった、今。しまったー。よし、じゃあ今回はこの辺にしとこうかな。さっきチラッとジェブがいたけど、あれはバグかな？よくわかんないけど。よし、じゃあ次回は、金を取り付けるところからやろうかな。で、その後このトピアリーっていうのやってみよう。なんかかっこよく、手入れした植木みたいなやつかな。わかんないけど。はい。というわけで、続きが気になる人は高評価ボタンをポチッと押して応援してってください。次回をお楽しみに。それじゃあまたね。バイバーイ。旅行から帰ってきたけど、ママは来ないよね。まあ、次回来るかな。